ください。さあよいしょと大きな体を持ち上げて、さあこてつくんと思います。さあよかったら皆さん、こてつくんとひなちゃんのお顔にご注目ください。さあいきますよ、せーの、かっけー。さあどうでしょうか、とても可愛い感覚で披露してくれています。さあ角度変えて順番に皆さんの近くで披露していきたいと思いますので、皆さんはそのままでお待ちください。さあまたこのアカンベあまり長くは続かないので、皆さんいいタイミングでシャッターを切っていってくださいね。さあ、ぜひやとひなさん、とても可愛いお顔を披露してくれています。隣にあります、トドが2頭暮らしているんですが、その子がこの赤ちゃんのトドの兄弟のお兄ちゃんたちとなっています。館内に入っていただきまして、お兄ちゃんたちにもぜひ会いに行ってみてくださいね。さあ、とっても大きな体を見せてくれました。さあ、大きな、そのことが皆さんの近くで見ることなかなかありません。いきますよ、せーの、あっかんでー。さあどうでしょうか、とても可愛く披露してくれています。首の周りだけが長く伸びている。さあ今日はこてつくん近くへとやってきてくれて、とこんなに大きなオスのトドが皆さんの近くへ来ることなかなかありません。たくさん写真も撮っていてくださいね。あのですね、とても大きな体していますが、かっこよく倒立も決めてくれました。めちゃくちゃかっこよく